どうも大之助です皆さんは普段楽器弾いてますか、まあ、楽器ってギターとかピアノとかいろいろあると思うんですけど大之助22歳になってからあのピアノを始めたんですよねというのも、まあ、あの子供とか、まあ、最高の習い事って何,何かっていう風に聞かれたらそのトップクラスにピアノって該当するらしいんですよねというか楽器を弾くことってめちゃくちゃ僕たちのメンタルだったりとか脳にいいらしいんですよね発育にいいらしいんですよね、まあ、成人超えてて発育もクソもね,ねえだろうっていう風に思うかもしれないですけど。 その音楽を奏でることって、まあ、歌を勉強することだけでもいいんですけどその自分で楽譜を見てでなんかその楽器を弾きますでその楽器の音を耳で聴きますでその音が楽譜と合ってるかどうかをチェックしますっていうその、まあ、視覚だったりとか聴覚だったりとかそして指の触覚だったりとかさまざまな感覚を同時に刺激するからめちゃくちゃ脳トレイになるんですよねでまあ現にプロのアーティストとかミュージシャンたちっていうのは一般人たちよりも、まあ、あの短期記憶能力というか物事を覚える能力とかっていうのが あの明らかに高い傾向があるみたいな研究とかもあるんですよねだからその脳を鍛えるためにもあの日頃からとか集中力を鍛えるためにもあの楽器を始めてみることってめ,めちゃくちゃおすすめなんですよっていうような話を僕なんか別の,あの昔本で読んだんですよねとかあのまあその実際に弾いてみて思ったんですけどめちゃくちゃ注意力が必要なんですよね集中力とか必要なんですよね だから目の前の作業に没頭する力集中力をのトレーニングにもなるしそして、まあ、あのうつ症状とかメンタルのメンタルヘルスの健全化にもすごい役立つんですよねあのキックボクシングとかボルダリングとか体のバランス感覚に注目するようなスポーツってめちゃくちゃうつ症状を軽減してくれるんですよ。というのもその体のバランスに意識を向けないとあの転んでしまったりとか壁から落ちてしまったりとかするじゃないですか怪我するかもしれないじゃないですかだから不安なこととかうつ症状になりかけの時って睡眠不足な状態とか続いて毎日 職場で怒られて自分はどうせ何やってもダメなんだとか,あのなんかあの自分はどうせ才能ないからみたいなこととか。 あのなんかどうしようもないようなネガ,ネガティブ感情がずっと頭の中をぐるぐるあの動くあのなんか渦巻いてるじゃないですかっていうような感情をそういうい反数思考を一時的にリゼ,ゼットすることができるんですよねボルダリングとかキックボクシングみたいに自分の体に注意力を向けなければいけないスポーツっていうのはでピアノも同じようにピアノというかいろんな楽器も同じように、まあ、結局、そのネガティブ感情に意識を向けている暇がないっていうぐらいそのなんか集中しなければいけない作業を日頃からあの趣味で持っておくと、まあ、めちゃくちゃストレス発散になるわけなんですよ。そのスポーツの 世界だとめちゃくちゃ没頭しているときゾーンっていう状態だったりフロー状態っていう風な言葉聞いたことあるかもしれないですけどこういういそのなんだろうもう自分の存在すらも忘れるようなあの没頭している状態に入ることによってまあ人間の,そのこの没頭している時間が人生の中で長ければ長いほど人生の幸福度が高まったりとか生産性とか集中力とか記憶能力が高まったりとかそしてネガティブ感情にとらわれにくくなるっていうようなこととかがあるから。あのまあ 僕たちもその人生を少しでも健やかに楽しく満足度を高く生きたいという,ふうに思うんだったら集中できる趣味を見つけるっていうのが非常におすすめなんですよね。ということもあって自分の心,と心の健康を保つためそして自分の,その脳機能を高めるためにも。 音楽いいよっていう話を僕聞いてそして僕も死ぬまでに何かやりたいことリストみたいなのをあの書いててあのなんか楽器,弾けるように楽器を弾けるようになりたいなっていうふうに思ったんですよねで、まあ、ギターもいいけどそのなんだろうピアノは、まあ、なんかがあのギターよりも場所を取らなそうだなっていうふうに思ったんですよねというのも巻物タイプのロー,プロールアップピアノってやつがあってそれめちゃくちゃ安くなんか2000円とか3000円とかでアマゾンとかで売ってるんですよねあの電池を入れたらなんか音が鳴るるようになる そんんなピアノがあるんですよねだから僕スタンディングデスクもあるしその,なんかそのロールアップタイプのピアノを買ってスタンディングデスクの上でちょっとあのなんか立ちっぱなしでピアノ弾いてみようかなっていうふうに思って始めたのがもう2年半ぐらい前なんですけど。 まあはまったんですよねどうせすぐ飽きると思ってて大之助飽き性だからで飽きたとしてもそのなんかお金があのあんまりなんかリスクというか無駄にならないようにあのめちゃくちゃ安いやつを買ったんですけどいやもうとっくに元は取りましたねだってもう2年半ぐらいずっと練習してるんですからねまあとはいえそのずっと練習してるとは言ったって全然下手くそのままだしあの仕事が忙しい時とか疲れてる時とか眠たい時とかはサボってしまう時もあの多々あるんですよねただここ最近はなんかモチベーションがすごい続くことがあってというのもその 結局習慣化に大事なものっていうのはその何かっていうと。めちゃくちゃゃく 新しい一歩を踏み出すためのハードルを下げる例えば全然運動をしたことない人が運動習慣を,手にあを身につけたいんだったら毎日あのなんか100回も腕立てするみたいなことじゃなくてあの朝5分散歩するみたいなふうにこれなら運動不足の自分でもできるなみたいなふうにめちゃくちゃハードルを下げ,て続けることあ下げて目標設定するっていうことが結構重要なんですよねだったりとか仲間を使うっていうのが非常に重要なんですよ、まあ、今回お話したたかった内容が この仲間をあの、まあ、なんかあのピアノのモチベーションを維持できる仲間が見つけられましたというような話なんですけど、まあ、僕、ブログとか YouTube とかの,あの、まあ、モチベーションを維持するためにも YouTube で今月はこのブログを書きますみたいなリンクを貼ってあの月に1回ぐらい報告したりとか宣言したりとかしてるんですけどあのそうすることによってあのあのとか,あのなんか毎日、Twitter の英語学習アカウントで。 毎日 A 単語のクイズを作ってで午後の1時にこの答え公開しますという,ふうに言ってるんですよね。で、あのそうすることによってその午後の1時までに僕、答え公開しなかったら僕のフォロワーさんの方々にあれ、大之助答え公開してないこいつサボったなっていう,ふうに思われちゃうあの裏切ったっていうふうになんかというか有言実行じゃない男っていうふうに思われちゃうだから、そういうふうにみんなの期待を裏切りたくないからっていう理由であの、まあ、自制心を保つことができるんですよね。 で YouTube でそのブログのなんかこれやりますみたいな制限制限宣言してるのもそのまあビッグマウスというか自分がその後に引き下がらないようにしておく結局自分との約束を守るために他人を巻き込むっていうような感じなんですけどあのそんな感じでそのなんか大勢の前で公言してしまうことによってあの後に引き下がれなくなって自制心を高めるっていう方法を僕はちょくちょく使ってるんですよね。 まあ僕一人の,あの意志力っていうのは貧弱だからで人間まあ僕だけじゃなくて皆さんも自分の意志力ってなんで貧弱なんだっていうふうに思うこと多々あると思うんですけど僕たちが習慣化に失敗する理由ってこの意志力に頼ってるからなんですよねそもそも人間の意志力っていうのは貧弱だあのもうめちゃくちゃ弱いもんだからあの感情をうまく操ることが大事なんですよね。 だから面倒くさいっていう感情に打ち勝つためにはそのなんかいろんな人たちの前で宣言してしまってもう後に引き下がれないような状態にしてあのなんかみんなを裏切りたくないっていうその自分の誇りだったりとか,あのなんかみんなに哀れな目で見られたくない失望されたくないっていうようなその恥の感情を使うだったりとか。 して、あのモチベーションを維持するというか、こうあの勝手に行動する環境を作るということが非常に重要なんですよね。だからまあ、結婚式とか。でもたくさんその披露宴でたくさんの人たちの前で愛を誓ったカップルの方があの長続きしやすいっていうような研究とかもあるんですよね。というのも。 やっぱり大勢の人の前で約束するからあの、まあ、い,いろんな人たちの前で言ってしまった手前も引き下がれないよねっていうような感覚になるんですよねだから、まあ、YouTuber のコムドットの大和さんとかあとはあのプロサッカー選手の本田圭佑さんとかもあのビッグマウスが目立つと思うんですけど彼らはそのあのなんか自分をあえて追い,込む追い込むためにビッグマウスの,あなあの発言をしている言動が目立つというところもあるんですよね。 そのみんなの前で言うことによってその有言実行する自分を見せてやるっていう風に「o あ,あのワンピースのルフィも「海賊王に俺はなる」っていう風に言ってるじゃないですかみたいな感じで宣言していくことって非常に重要なんですよね周りを巻き込むことができるからで僕もそのピアノを習慣化させるためにスプーンっていうラジオ配信アプリで。 あのまあ、ほぼ毎日あの、まあ、30分はあのライブ配信でピアノをやってるんですよねあの、まあ、もちろんサブる時とかもあるんですけどであの1人で黙々とそのライブ配信やって誰も参加してない時っていうのはなんかもう今日はいいかなっていうふうになっちゃうんですけどとはいえあの誰かが聞いてくれてたらでなんかコメントとかしてくれてたらこの人聞いてくれてるからまだやめるあのもう今日やめあのもうやめようかなっていうふうにも思ってたけどもうちょっと弾いてみようかなっていうふうにモチベーションが高まるんですよね。 であの最近、なんか大の助が仲良くなった人がそのな,なんか熱心に聞いてくれている人があのなんかいるおかげであのいつも毎日、まあ、30分から1時間ぐらい、まあ、1時間の日もあ,のあんまないから特に冬の日とかね指がかじかんで全然動かなくなるからもうすすぐやめたくなるんですよねああのまあ、この話、今、知ってる時2月の上旬ぐらいでやっと最近暖かくなってきたかなっていうような感じなんですけど。 であのそんな時にそのなんかずっと聞いてくれてる人がいるからあのいつも30分ぐらいでなんかすぐ切り上げても今日はいいやっていう風に思ってたんですけどなんかここ最近毎日あのなんか連続で2時間ぐらい練習できるようになったんですよね。 だから、何が言いたいのかっていうと、やっぱりその見方を作るというか、周りを巻き込むというか、自分を客観的に監視してくれているような環境を作ることって、あのめちゃくちゃ重要だなっていう風に思いましたね。大学もそういえば、その高校生の頃とかがあの成績なんてひどいもんだったんですけど、あの中学校の頃とか結構良かったんですよね。自分で言うのもあまあ、別にあの地頭全然良くないんですけど。 じゃみんなからしたら中学校の勉強なんて楽勝じゃんっていうふうに思うかもしれないですけど、あの、だその中学生の頃とかは、その家族がいるリビングで勉強してたんですよね。 ただなんか高校生とかになってからななんか、まあ、なんかかあのお前も自分の部屋で勉強しろみたいな風に言われて自分の部屋に行くんですけどもちろんスマホとか持ってるから全然集中できなくなるわけなんですよねで勉強のモチベーションもどんどんなくなっていってあの成績もひどいものになったんですけどまあ、とはいえその親に言われたから成績が下がったみたいなことを僕言い訳がましく言いたいわけじゃなくてもともと自分の頭が悪かった方っていうのはあるんですけどそれぐらいやっぱ環境を作ることって重要なんですよね。 だから大之助その社会人でできたその読書友達とかでもあのなんかあの今度なんか会う時とか電話する時とかはお互いこういうなんか目標を宣言するようにしてるんですよね。まあ、みんなが言ってなくても俺は今度会う時までにはあのみんなが紹介してくれたこの本読むからとかあのみんなに言ってからなんか電話切るようにとかしてるんですよね。とか地元の友達でもなんか副業頑張ってる友達とかの前でなんか俺も今度こういうことやるわみたいなことを宣言あのするようにしてるんですよね。そううすることとによってそのなんだろうストイイックな大之助というアイデンティティィを僕は友達の前で守る ありたいというか見栄を張りたいような気持ちが出てくるから、だからみんな裏切りたくないですよね。まああの。 ダイナス系は結局貧弱で怠惰にあの10代の頃とか過ごしてきたわけなんですけどそんな自分をなんか変えることができているあ変えることができましたそんなノウハウを紹介してますみたいなこと僕こうやって YouTube とかブログとか Twitter とか、S、いろんな SNS で言ってるわけなんですよそんな人間が毎日サボってダラダラとシャドーバースとかやってたらそれは説得力がなくなるわけじゃないですか僕たまにシャドーバースの,あの <laughs> なんだろう実況プレイとか投稿してるんですけどあれもう誘惑に負けてゲームやりたくなってしまった時にどうせそのダラダラとゲームやるならあのもう 実況プレイしようぜっていう風に思って取るようにしてるんですよね。だからなんか毎日あのシャドウバースの実況プレイがあのなんか僕の YouTube で公開され始めたらあのこいつなんか勉強とかせずにずっとシャドウバースしてるじゃん大丈夫かっていう風にあのまあチャンネル登録登録者の方から思われるわけですよ。だから自然にそのなんかゲーム廃人にならないように自分の中にストッパーをかけてるわけなんですよね。それぐらい僕は自分自身に自身が意志力弱いから。 けどその意志力の弱い自分をどうやってコントロールするかっていうのをねここ最近やっとね少しずつそのコントロール仕方をねね身につけ始めたんですよ、ね、でその最たる例が最近そのピアノをねなんかあのまあ、僕のこと応援してくれてる人のおかげで毎日1時間半ぐらい練習できるようになったんですよねこれめちゃくちゃ嬉しいなというふうに思ってその興奮冷めやらぬままあのちょっと今喋ってる最中なんですけどあの喋ろうというふうに思った次第なんですけど。 みたいな感じで、まあ、皆さんも、まあ、何かやりたいことがあるというか習慣化したいことがあるんだったら例えば自分と同じように目標を持っている友達と夏までにあのなんか素敵なスタイルを手に入れたいから毎日あのなんか腕立て10回する様子をあのなんか自撮りというか動画で撮ってそれを送るわみたいな風なあのグループ LINE を作るだったりとか。 あのまあ、そんな友達がいないよとか,あのなんかそんなことしたら嫌われるよっていうふうに思ったりとかあのいう場合は大之助は月に1回ぐらいあのなんか,なんかあの目標設定とか目標宣言してるんで今月はこれをやりますみたいなそれのコメントにあの、まあ、私も今月は。 一日一回あの腕立てをやるっていうことを習慣化するように頑張りますみたいな風にコメントとか書いてくれたら大之助もあ僕の動画を見て頑張ってくれてる人がいるんだだから僕もなんかこの人たちになんか誇れる自分であるようにあのちゃんと宣言したことをやろうっていうふうに僕のモチベーションも高まるんですよねであのなんかあの僕が多分ハートとかコメントとか襲うものなら皆さんもそのあコメントした甲斐があったなとか大之助は見てるんだから自分も頑張ろうというふうに皆さんにも良い影響があるんじゃないのかなというふうに僕勝手に感じてる考えてるんですよねだから 皆さんもぜひあの月に1回大助「大之助今月はこれをやります」っていうふうな宣言をしてるので。あの あか習慣化したいこととか今年こそは自分を変えたいというふうに思うようなことがあるのであればあの人は何歳からでも変われるのであのいつから行動し始めておおもう遅くないので大之助は20歳から行動し始めて随分人生が変わりましただから皆さんも僕と同じようにちょっとずつ人生変えていきましょうということでじゃあそのために何したらいいのかというと大之助が月に1回あの宣言しているその目標設定のやつになんかあの今月は自分もこれをやりたいですみたいなことを喋ってくれたらあのとても嬉しいですという、えー、っとことと,と。 あの最近ピアノのモチベーションが爆上がりしてますということをお話ししたかったです。ということで今回は以上。